どうも皆さんこんにちは。前回からまあまあ間が空いたけどサブの沖か、やっていこうか。季節的には真夏でちょうどいい時期だよな。夏といえば海、海といえばリバヤさん。お前の脳内の海危険すぎない？え？海って肉食魚いっぱいいるんじゃないの？海に対する知識が偏りすぎてる。ゲームと現実の区別つかない人だろお前。え？高いとこから落ちても水に落ちれば平気なんじゃないの？残念、コンクリ並みの硬さになって普通に死ぬぞ。まあ死んでもリスポーンできるし、人生にリスポーンもセーブもロードもないんだよ。名言。まあそろそろ本題に入ろうか。開始30秒クソどうでもいい雑談だったしな。それで今回はまず前作り忘れてたもの作るわ。コンピューターチップ、チタニウム、ダイヤ、鉛で改造ステーションか。これを使うとここからアーティストが降りてくるわ。それは別のステーション。でこれを使うと既存の装備、ナイフだったり酸素ボンベだったりをさらに強化できるのよ。ってことでバッテリー、ナイフでヒートナイフ、これを使って魚を切ることで、これを使って、魚、誰か火炎放射器持ってきて。ナイフから進化しすぎだろ。やっと当たった。このナイフで切れば一瞬で焼き魚になるわ。探索中に食料が必要になったらこれで現地調達できるのはだいぶ助かるな。それで次はさっきのやつでシートラックのアップグレード作れるんだけど、合成繊維ってのがまだ見たことないアイテムだな。で、その素材にスパイラルプラントっていうのが必要なのよね。そしてそれがあるのがリバイアさんいる場所。ということでね、このシリーズはここで終わりを迎えるわけですが、行きたくないからってシリーズごと終わらすな。いやだってこれある場所リバイアさんだらけだよ。もういっそシートラック縛りで進めようかな。絶対に罪縛り。まあ仕方ない。行くしかないよね。ってことで方向は前回ベントガーデン見つけたとこね。ってことで早速そのバイオームに行ってくる。到着したわ。ツリースパイアバイオーム、木みたいなのが生えてて綺麗な感じのところなんだけど。そんなの見せてる暇あったら目的地行くよねっていう。視聴者より自分の感情を優先する投稿者のクズ。ほらもう早速左にいるじゃん、こっち来ないで。今ちらっと見えたこれ、これがこのバイオームの特徴ミョン。それで目の前のこの大きいやつのとこに探し物があるんだよな。前も見たベントガーデンの大きい方ね。この中に植物が生えてるわ。正直こいつもめっちゃ襲ってきそうだけどね。なんなら今から体の中入るわけだからな。そのまま消化されていきそうだぜ。はい、ベントガーデンさんちょっと失礼しますよ。ちょっと体内の植物除去させていただきますね。体内に植物入るってだいぶまずい状況だろ。もしかしたら植物が本体かもしれない。パラセクトみたいな感じか。というかスキャンしながらここくぐるのめっちゃ気持ち悪くなりそう。真ん中に吸い寄せられてる感覚がするんだぜ。ってことで中に潜入完了。これで植物集められるわね。出口塞がって出れなくなったり。なんかの恐怖症になりそうな発言やめて。まあこの中にいる限り襲われたりしないし、入ってしまえばだいぶ気が、なんか気がついたらめっちゃ近くに近い近く地下鉄？でもこれ絶対襲ってこれないよな。水族館によくある水のトンネル的な。これこっち認識して、いやめっちゃ襲ってきた認識してるっぽい。うおぉ。大迫力なんだぜ。3D 映画ってこんな感じなのかな？飛び出してきてるしもはや 4D 映画だろ。これってこの中にいれば絶対攻撃されない？ベントガーデンは聖なるバリアミラーフォースだったのか。確かに色と形もどことなく似てる気がする。お？ついに興味なくしてどっか行ってくれた。私の勝ち。どちらかというとベントガーデンの勝ち。離れてったのも確認できたし、今しかない。全力逃走。いやー、ベントガーデンの中はだいぶ無敵なんだな。これからは一家に一体ベントガーデンの時代ね。デカすぎて家に入りきらないから。それじゃ帰って早速合成繊維作っちゃおうか。ルビーとスパイラルプラントで完成だな。ルビーを繊維にってどうやってるんだろ。そりゃお前あれだろ、ルビーを一回粒子レベルまで分解して再構築してんだよ。もはや錬金術のレベルでしょそれ。いやでもファブリケーターの日本語訳って知ってるか？え？もしかして実は本当に錬金術的なやつ？ファブリケーターは日本語で制作者だぜ。錬金術とか1ミリも関係なかった。それで一旦シートラックから深度アップグレード1を外して、それとルビー、エナメルガラスに今作った合成繊維で深度アップグレードのマーク2が完成。これで前まで350メートルまでだったのが650メートルまで行けるようになるんだぜ。これで深度深くまで行けるようになったから、前々回特定したアランの体があるところに行くわ。イエトツかな。トツ対策で家が深海にあるからシートラックないと。イエトツ対策レベル100。ってことでリリパッド諸島に到着。 PDA からも異常な巨大岩があるって説明来たな。海に沈んだ浮島みたいなやつ？沈んでんだか浮いてんだかはっきりして。それでこの隙間から奥の方に行くと体があるわ。さっきから体がある体があるって言ってるが、冷静に考えると何言ってんだろうな。体を取りに行くって確かによくわからない日本語だしね。
それでどんどん下に行くと周りの色が熱そうになってくるわ。まあ熱そうなだけで温度は1度なんだけどね。その赤く光ってるやつとかもめっちゃ熱そうだけどな。小型太陽みたいな見た目してるしね。太陽こんなとこにあったら今頃この辺の海干からびてるわ。フラワリングスポア、直訳すると開花胞子って名前にょん。そして下に降り切るとこんな感じのバイオーム。ディープリリパッドケーブにょんね。深度は450メートル。マーク2にしてなかったら来れないところなんだぜ。このバイオームは不気味な雰囲気だけどね。肉食魚はそこまで多くないからいいバイオームよ。前回から判断基準そればっかじゃねえか。いやでも仕方ないじゃん。この世界は空か食われるかの定めなんだから。獣が笑うこの海でフィルターかけたら完全に一致でしょ。フィルターさえかけりゃどんなもんでもそうなるわ。美味しそうな焼肉とかならセーフじゃない。むしろ吐き気がしてきそうだぜ。お、そしてこれはコットンアネモネっていうここ特有の花？キノコ？口みたいなのもあって気味悪い見た目だよな。そしてこっちは成長しきってないコットンアネモネ。これは回収できてクラフトで今後使えるわ。毒ありそうだがファブリケーターって取り除けるのか？もしかして食べようとしてる？先に言っとくけど間違いなく食用じゃないからね。というかこのキノコ塩酸の素材だから食べたら毒どころじゃなくなる。舌がとろけて頬が落ちそうになる味だな。それ多分物理的に舌も頬も溶けてる。そして洞窟の最深部、アーキテクトの体の隠し場所到着ね。隠し場所っていう割にはめっちゃ緑に光ってるけどな。入ってくださいと言わんばかりの光り方よね。でもこの緑の壁、なんとね、触れたら一瞬で蒸発するとか。だとしたら殺意の塊すぎる。今のとこが頭にアランがいないと入れないから、一応生体認証的なやつ、なんじゃないかな。そして中の雰囲気は、神秘的な感じなんだぜ。神秘的ですごく神秘が神秘しい感じしてるわね。神秘がゲシュタルト崩壊するからやめろ。そして真ん中には滝用する石像があるわね。絶対滝用してるわけではない。そしてここにアーキテクトの骨格、ポーズ的にはすっごい団長味を感じる。そしてこの植物は古代の観賞植物。こいつだけ名前雑じゃない？なんか適当。設定甘くない？植物一個一個にしっかり設定と名前があるこのゲームにしてはちょっと違和感あるよね。 PDA がまだ知らない植物で名前がないとかか？ってことは発見した私が名前つけてもいい感じ？センスの一かけらもないやつはやめておけ。それでここは内省のための場所。内省って何？内省、自分自身と向き合って過去の自分を振り返ることみたいにょん。初めて聞く言葉なんだぜ。つい最近流世界でも珍しい漢字紹介したしさ、そろそろ私たちの動画が教育的コンテンツとして学校で使われる日も近いかも。何億年経ってもそれはないから。地球ごとバグらせればワンチャン。発想の源が狂ってる。まあここで手に入るものは手に入れたし、拠点に戻っちゃおうかと。帰るついでにこの辺の残骸スキャンしておこうか。役立つものだらけだからな。今後のために作れるようにしておきたいぜ。まあスキャンもしたし、これで帰還ね。だいぶ役立ちそうなもんあったからな。作るときにまた紹介するか。とりあえず今一個作れるものがあるからそれ作ろうか。ってことで大容量酸素ボンベとリチウム4つで超大容量酸素ボンベ。このゲームで作れる一番大きな酸素ボンベだな。これとシートラック向けにがあれば今後の探索かなり楽になるね。それじゃ今回はこの辺で終わろうかな。だな。チャンネル登録、コメント等よろしくだぜ。ご視聴ありがとうございました。